あ、流れた。何か願い事はされないのですか？消える前に3回唱えなきゃいけないんでしょ？無理じゃん。僕は早口が得意です。次は間に合います。無理だね。あ、また流れた。ワンワンワン！来たね。願いを言い切れるかどうかはさほど重要じゃないんじゃないかと思いますよ。大切なのは流れ星に瞬時に願えるほどに常に願いを思い描いているということです。だからこそ願いは叶うのです。なるほどね。ハルさんはさっき何をお願いしたの？ご主人とずっと一緒にいられますように、あと毎日おやつがもらえますように、できれば骨付きジャーキーでありますように、ご主人のパンを分けてもらえますように、食後のデザート。あのワンダか？我々は漫画の聖地であるこの辺境の惑星で、あえてデジタルに頼ることなく、ペンとインクでアナログな漫画を描いているんです。それは結構ですが、奥にいるそいつは？彼はアシスタントです。フラットウッズモンスター、またお前か。アナログ、彼は本当に優秀ですよ。これ仕上げよろしく。集中線もフリーハンドで描けますし、スキャンしてゾーン処理も一瞬にして出てきます。それはもうデジタルじゃねえか。お疲れ様でした。原稿を届けに行ってきます。お、よろしく。スキャンしたならもうデータで送れよ。